様が名か。え？違ったか？そう、もうそこまで知ってるんだ、テイガーさん。そこまでとは？とぼけないでよ。さあ、手を出して。うん？なんだこれは。だから、とぼけないでって言ってるでしょ。それよりも、早くしまって。今、すまん、ちょっと待ってくれ。ここの絵から通信が入ったようだ。テイガ。なんだここの絵。緊急事態だ。すぐにカカ族の村へ向かってくれ。カカ族の？了解しました、ここの絵司令官。貴様ら、やはり知り合いか。マコト隊員はテイガーの右肩につかまれ。飛ぶぞ。はい。行くぞ、ポチッとな。おい、ちょっと待て、貴様ら。まずい、この展開は嫌な予感しかせんぞ。ここの絵司令官。これでカカ族の村までひとっ飛びだ。村に着いたら詳しい情報の説明を要求するぞ。あっという間にカカ族の村だよ。さあ、ここの絵どういうつもりか聞こうか。だいたいいつの間に私にあんな改造を。テイガーさん、見て、あれ。カカ族か。いや、しかしあの大きさはメカカカだ。メカカカカカだと。テイガーさん、違うよ、カが一個多い。テイガーさんが言い間違えるからメカカカが怒っちゃったじゃん。すまない、しかし今ので怒ったのか。うわぁ、まずいな。このままおとなしく見ていたのではやられるぞ。テイガー、マコト隊員、ここはあの作戦で行く。はい。あの作戦だと。あ、ポチッとな。おお、これが伝説の。そう、帰ってきた超獣ゴールデンテイガーゼクスだ。この絵司令官、かっこいいです。かっこよすぎます。うむうむ、やはり分かってくれるか、この良さを。わかりますよ、ここの絵司令官。ぜひ、操縦は私に任せてください。ん？できるのか、マコト隊員。はい、ぶっちゃけ完全に初心者ですが、できます。待て、今完全初心者と。よし、わかった。そのやる気を買おう。やってみろ、マコト隊員。はい、完全に超初心者ですが頑張ります。多少の失敗は構わん、私がすぐに直してやるからな。頼もしいお言葉、ありがとうございます。おい、心得、マコト、くだらんやり取りをしている間に出しているぞ。よだれではない、あれはオイルだな。どう見てもよだれだろう。いよいよ己のこともコントロールできなくなってるんだよ。どこか故障しているのかも。いや、単に腹が減って虫の居所が悪いのではないのか。とにかく早くメカカカを止めないと。止めないとどうなるのだ。メカカカの足元を見て。雨？うん、雨だよ。ここの絵、
あれはお前の飴ではないのか？そうだ、私のマタタビチャックスだ。なぜあんなところに？いや何、さっきなラボで間違って一緒に転移させてしまってな。うん？作り出すのを忘れていて、あのマタタビチャックスで今日明日を乗り切らねばならんのでな。今何と言った？一緒に？それはメカカカとアメを一緒に研究所から転移させたというのか？あ、さてはあのメカカカもここの絵が作ったものだな。まったく何をしているんだ。テイガーさん、メカカカがこっちに来るよ。のタオ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 。避けなくていいんだよ、テイガーさん。あれはただのオイルだってば。いや、どう考えてもよだれだ。さっきここの絵司令官が言ってたじゃん、よだれによく似たオイルだよ。100万歩譲ってオイルだったとしても、真正面からあれをかぶる気にはなれん。テイガーさん、後ろ見て。気をつけろテイガー、奴のよだれには遺産が混ざっているぞ。もはや嘘をつくことを放棄したか、ここの絵。こんのメカカカめ、鳥獣ゴールデンテイガーゼクスはこのままやられっぱなしじゃないんだからね。まさか誠隊員、あれを実行するのか。あれは危険だぞ。でも今のままじゃきっと勝てません。そうか、君がそんなに頼み込むのならば。分かった、あれを使おう。おい、今そんなに頼み込んだか。だがあれは非常に危険なものだ。使っても勝てる確率はほぼ 0%。 ならば使わなければいいだろう。それでも絶対、どうしても何が何でも使いたいのだな。はい、二人とも私の話を聞け。いいとも思ったな、テイガーよ。友も何も、この娘とは今日が初対面だが。では押せ、そして叫べ、誠隊員。はい。あ、すいませんテイガーさん、さっき渡したコントローラー返してくれる？コントローラー、ポチッとな。おお、よっしゃー、命中。おい、攻撃する相手を間違えていないか。大丈夫だ、このまま貴様にジャンボエネルギーを注入する。やれ、誠隊員。では、うれれれれな、なんだ、何が起こっているんだ。ハイパーエアホース Z の接続、そしてジャンボエネルギーとの融合により、お前の体を巨大化させることに成功したのだ。見たか、これこそ科学の力、新時代の幕開けだ。ガハハハハハハ。ジャンボエネルギーというか空気。ガハハハハハハ。うわ、私の体は空気で膨らむようになっているのか。若干ショックだな。嘆くなテイガー、戦い終わったらすぐに元に戻してやる。驚くかもしれんが、意外に簡単な方法でちっちゃくなれるんだぞ。意外でも何でもない、容易に想像がつくだろう。ここの司令官、ジャンボエネルギーマックスです。鳥獣ゴールデンジャンボテイガーゼクス誕生だ。よし、ハイパーエアホース Z を撤収しろ。
あれ、なんだ思っていたよりも深く接続してしまっていたようだな。まあ問題ない。テイガ、そのまま攻撃だ。了解。タオタオタオ。早い。ホースに食らいついた。そうか、奴の猫の本能はホースを無視することができなかったのだ。動くものにじゃれついてしまうというあれですね。そうだ、あれだ。だとすれば好都合だな。このまま食らいつかせておいて攻撃を。いけない、テイガーさん、早くホースを外して。しまった、遺産か。このままじゃよだれがテイガーさんの体に注入されちゃう。それはものすごく不愉快だな。うむ、不愉快な上に体の内側から溶けてしまうだろうな。ホースを外すぞ。おい、心得、取れないぞ。どうにか解除できないのか。できんな。できないだと？ああ、何か鋭い刃物のようなものがあればいいのだが、押したり引いたりするだけでは解除できんようになっているのだ。何せそれは私が長年研究してやっとたどり着いた究極の蛇腹ホースだからな。テイガさん、これを使って。すまない、助かる。なるほど、ジャンボエネルギー注入によりテイガーという器が限界まで張っているようだ。ほんの少しの衝撃で穴が開くな。ここの絵、安心しろテイガー、今の隙に助っ人を転移させた。助っ人？白銀の侍、シルバー白面、ただいま参上。貴様は？タオ？我は空、我は以下役押してまいる。シルバー白面の刀が砲を切った。タオ、うわ、食べてる。うん、フレッシュベリーの香り付き蛇腹ホースだからな。うまいのだろ。余計なことを。寝ちゃった。どうやら腹がいっぱいになって満足したようだな。まさか腹が減っていて暴れていたとは。私は最初に言ったはずだが。ああ、なんだか急にめまいがしてきたな。エネルギーが足りん。テイガ、すまないがさっさとマタタビチャップスを回収して帰還してくれ。落ちた飴を舐めるのか。洗えば問題ない。イカれた科学者の考えることは理解できんな。なんか言ったか。いや、何も。では全力で祈祷する。が、このシルバー白面とやらはほっといていいのか。ああ、大丈夫だ。そいつはまだ試作品でな。なぜか転移後3分で自爆してしまうのだ。自爆？ああ。ん？いかんな。もうすぐ3分。押してまいる。うわー！